さあ佐賀の人気選手井上亮太背番号34番、こちらも今シーズン3試合目のスターティング5。そして41番はギャレット・スタツ。そして背番号30、ここまで全試合のスターティング5フルの巧み、さらには背番号34ベンジャミン・ローソンという5人になりました。さあ佐賀のセカンドチャンスです。ガルシアスピンムーブから決めた。ピークが打つスリーポイント、入るバロン、ゴール下本村からのパスを受けた木田、見事にショットを決めました。そしてここで同点に追いついたのは佐賀です。ここもいいディフェンスを見せました。さあ3対1、最後はスタッツ。振るのが3。さあ12点差に広がっています。この3も落ちる。さあ走っていたのは木田、そしてバスケットカウント。前を走っていました木田、ついていたのは徳川ですが、ファールを受けながらも、さあショットクロックは時間がないぞ。あっと西川のジャンパー落ちる。しかしオフェンスリバウンドはスタッツ。一旦トップのフルムに戻して、そして木田ピーク、ピークが打つ、決まった。木田中を伺いましたが一旦戻して、そしてピーク来た、スリーポイント。最後はふわりと浮かせてシュート決めました。あーっとここで体勢を崩したガルシアのボールをピークが奪ってレイアップ。スタッツのこれで22ポイント目。ここはフェードアウェイ決まりました。このピークのシュートはなんとか抑えました佐賀です。ガルシア、今度はピークがドライブを仕掛けようというところです。そしてここはシュートモーション時のファールという2本目も落としています。さあ残り時間ほとんどありません。最後石谷がシュートを打ちましたが